はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの U3G が入ってきました。あんね、あんねっていつもなんか喋ってるみたいですけど、ピアノの調律師の間ではですね、まあ長いピアノの歴史、いろんなピアノ見てきてますけど、この、ヤマハの U3H の一つ前の G、 このクラスのピアノがええでって大絶賛してる調律師がいるんですね。まあ、なんでかなって聞いてみると、本当にヤマハがまあ手作りっていうか、このいい材料でいい設計でなんかいい作りをしていた、この時代のもんなんだっていうね、主張してる調律師がねいるんですね。で、確かにね、年代は経ってますけどね、いいピアノです。音がいいですしね、タッチもバランスがいいですし、まあヤマハの技術というか日本の職人の技術っていうのは本当にすごいですね。まあこの頃のピアノは本当のみとんかちでコン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 、まあ流れ作業ではありましたよね。多くの何百人の工員さんが並んで作ってはいましたけど、それなりの自分の部署で、このね、プロ意識を持って作ってたピアノです。今はね、ピアノ工場とほとんど機械が作ってますからね、まあ、人間ももちろん入ってますけど、もう昔、私が昭和60年代のね、川井の工場とかでちょっとね研修受けましたけど、その頃はもう人だらけでしたけど、もうそれに比べたらもう機械が作ってますのでね、まあ、そういうところでは作り方は変わってますけどね、まあ、進化してるとはしてるんですけどもね。この U3G ですけども、実は安いいつもうちがつけてる値段より安い。なぜかというと、ほんまに近所です。近所から買い取って、実際ですね、運送代がね少なくて済むんですね。結構遠方からも買い取るので、やっぱりね、遠くから買うと売り値にやっぱりね反映しちゃうんですよね。コストがかかってるわけですから、まあ当然ですけどね。で、近所から買い取ったので運送代がね安く済んだので、まあいいやと思ってね、ちょっと値段を今回安く出しました。物はいいです。 U3 の G です。これほんと早いもん勝ちですよ。2が4つも続いてますね、これね。なんかいいですね。中もね状態すごく良くてですね、全然傷んでないんですよね。で、傷も擦り傷程度です。なんかゴツンと当てたような大きな傷なくて、大事にしてあったかな。あ、あったあった、ここにありましたね。あ、これは修理の後ですね。修理の後の塗装が剥げてますね。あのパテ の、 あの色が出てますけど、まあ、こういう状態なんですけどもね。これ音聞いてください。これはね、いい音なんですよ。よいしょ。まず中音部、ヤマハの音、低音、変えようとしてるでしょ。なんか私ね、ガンガン弾きたくないんですね。ピアノのこの綺麗な音聞いてほしくて、割と優しく弾くでしょ。伸びてるでしょ、音が。まだ伸びてます、まだ伸びてます。すごいですね。ねえ、でね、あのヤマハのこの時代のピアノによくありがちな、耳にキーンとくるこの嫌なその工事倍音っていうかね、それはあんまりしないピアノですね。
とっても素敵です。まだこれから入ったばっかりなので静音っていう作業とかね、いろんな手を入れていくのでもっともっと良くなりますけども、今回はなんと20万円を切って、定価ね、20万円を切って出しました。ご希望の方はお知らせください。それではさようならと言いながらね、ちょっと新しい今日から始めます。さようならってエンディングのこれを映して終わります。電話ください。こちらにね、ご希望の方はお知らせください。